好きな形にしていくのって、そうなんだ、好きっていうか、まあそういう自分の思う形に、それにはまあ技術はいるけど、なんだと思って、知らなかった、ちょっとなんかショックだった、うん、まあまあなんだろう、ショックっていうか、手が届かない存在だと思って、でも今度だからさ、パラデッサン行こうと思って、人物のやつ、人物のなんかデッサン、なんかヌードデッサンっていうのがあって、何回か行ったことあるんだけど、そう、今度はちょっとそっちの骨格をちょっと勉強したいんだよね。人を描くの？姉ちゃんは人だから、むしろ人しか描きたくない、顔の形がまだまだアホなんだよ。こんな感じだね。そうね。そしたらこれがもっと小さくなって。